今週のインスタライブ始めていきます。先週女性にプレゼントしたいクリスマス特集ということで紹介させていただいたんですけど、今週は男性にプレゼントしたいクリスマス特集紹介していきます。お願いします。もうすっかり12月今日11日になりまして、街もクリスマスムードかなと思うんですけど、もうプレゼントは皆様決めましたでしょうか。あ、皆さんありがとうございます。めっちゃ見ていただいて、今日はうちの商品のおすすめ、男性にプレゼントおすすめの商品紹介していきます。今ここにつらつらと並べております。でまず最初にご紹介させていただくのはこの、わかりますかね、こちらのネイビーとホワイトの機械になります。これ何かと言いますと、マッサージ機、電動ブラシのマッサージ機になってまして、ウェルシアヘッドボディツイストっていう商品なんですけれども、頭とあと体にも使える、マッサージ機になってます。で、大きさはもう手で簡単に持てるぐらいで、スマホよりも全然軽いぐらいな重さになってます。で充電タイプで、ここに接続ケーブルありますので、ここに挿していただいて、でも置くだけで充電ができるような形になってます。で使い方ですね、ここに電源マーカーありますので、長普通にもう1回押していただくとこうやって動くようになってます。でもう1回押すと、もっと早い、最初のやつで1分間で190回転するようになってまして、今ので1分間240回転するようになってます。こんな感じで、でまた長押ししたらもうすぐに電源切れて、もうここでしか操作のしない簡単な機械になってますね。でアタッチメントが2種類ついてまして、今ついているこのアルミの金属ではないか、軽いアタッチメントと、あともう一つがこのぷよぷよした、こちら頭用のスカルプブラシになるんですけれど、スカルプ用のブラシがついてます。でこれ簡単に外していただけるので、使い終わった後はもうお風呂でも使えるんですけれど、外していただいて洗って乾かすっていうことも可能ですし、こう付け替えが簡単になってます。で、これなんで男性におすすめかなっていうと、やっぱり男性薄毛抜け毛とかすごい気になる方多いと思うんですよね。で、頭皮って、普段髪の毛があってあんまり気にするかけることないかなと思うんですけど、すごいもう空気中がまず汚れてるの で、それにプラスやっぱりワックスとかヘアスプレーとか普段朝使ってると思うんですよね。でそういうのがあると汚れもすごい付着しやすくなりますし、あと顔に比べて頭皮の皮脂って2倍から3倍ぐらい出てるって言われてるので、もうすごい、あ、もう環境やばいみたいな感じなんですよね。髪の毛で通気性も悪いし、でやっぱりだからこそちゃんと洗ってあげなきゃいけないんですけど、やっぱり自分の手だと力入れすぎちゃったりとか、あと私と結構爪長いんですけど、爪で傷つけちゃったりっていうことがあるんですね。でやっぱりそういう時にこういう電動ブラシが、ちゃんとした頭皮用の電動ブラシを使ってあげることによって、毛穴の詰まり、汚れの詰まりとか皮脂の詰まりっていうのを取り除いてあげることで、ちゃんと髪の毛を生やす、育てるのに必要な栄養素とか酸素が滞りなく頭皮に行くようになるので、髪の毛の育毛とか、あと毛が細くなってきちゃったのをも太く腰のある髪の毛を育ててあげたりっていうのができるようになります。で普段あんまり頭皮を見るってことないと思うんですけど、結構詰まってる人だとこれぐらい、もうここに頭皮ががっつりついちゃってる、頭皮じゃないかな、汚れががっつり詰まっちゃってるみたいな感じなんですけど、これ今紹介させていただいたウェルシアを1ヶ月間使用していただいたところ、こんなにすっきり汚れが取れました。綺麗ですよね。これは、この
綺麗な状態っていうのが髪には一番いい状態なので、保っていってあげることでボリュームだったりとか、あと薄毛抜け毛っていうのが防げるようになりますね。でやっぱりこのウェルシアで一番もう他のブラシと違うっていうところが、この体にも使えるっていうところですよね。あのアタッチメントがもう一個ついてるので、こっちはもう揉みほぐし用の体用 の、 あのアタッチメントになります。皆様ウェーブありがとうございます。質問とかあったらあの気軽にお願いします。でこれ揉み玉見てもらうと大きい玉と小さい玉ついてるんですけど、まあ、お顔とかあと二の腕みたいな細かい部分をあのケアしてもらうときは、このちっちゃい方の玉を内側にこう回すと簡単に回るので、設置してもらって使ってもらうと、あの細かく揉みほぐしていってくれるので、見える、こんな感じで揉みほぐしをしてくれます。自分やっぱ人の手ではできない動きなのですごい気持ちいいですね。で逆にこっちの大きい玉の方ですね、これを内側にセットしてもらうと、広い面ですね、お腹とか背中とかお尻とかあのケアしてもらうときには、こっちの大きい玉を内側にしてもらって、こう大きくなんていうの掴むことができるので、お肉ほぐしていきます。やっぱり男の人でもお腹結構中年とかになってくると出てきちゃったりするかと思うんですけど、そういうのも揉みほぐしてあげることによって脂肪を柔らかくしてあげて、より痩せやすい体にしてあげるっていうのもできますね。でこれどうだろうな、ちょっと薄毛だからっていう理由でプレゼントをなかなかしにくいと思うんですけど、一緒に使おうみたいなノリでプレゼントしてあげたら喜ばれるんじゃないかなと思います。旦那さんとか、あとは、まあ、自分のお父さんとかお兄さんとか兄弟がいらっしゃる方だったら、まあそういう方にプレゼントしてあげたら喜ばれるんじゃないかなと思います。あとこれアタッチメントも取り外して洗えて清潔にできるので、まあ共同で使ったりっていうのもできるかなと思います。私これ実際昨日お風呂で使ったんですけどこっちのブラシかな、これで頭洗ったんですけど、すごい気持ちよかったです。あと自分の手で洗うよりも髪の毛絡まなかったので、すごいいいなと思いました。ぜひおすすめです。で価格か、価格がはい価格が19,250円になってます。充電式でアタッチメントが2個ついてて、セットで19,250円です。化粧箱はこんな感じです。このコンパクトなボディに比べて結構化粧箱大きくなってるんですけど、リッチな感じに仕上げてます。金箔で逆になってますけど、こちらあのプレゼント用ラッピング無料で可能になってますので、すぐもう届けたい人のところにラッピングした状態でお届けすること可能になってます。ウェルシアでした。で次です。次がこちらですね。先々週ぐらいに、先週かな、紹介させていただいたスリムデボーテになります。こちらはさっきのウェルシアと全然違った EMS という機器になってまして、電気信号で筋肉を動かして、あの運動、腹筋運動だったりとかをあの促進してあげるっていう機械になりますね。これ一応ピンクがあって、女性にはピンクがおすすめなんですけど、今回男性にプレゼントっていうことなので、この白いスリムデボーテを持ってきました。ピッチホワイトとネイビーで、まあ、女の人でも使えるぐらいな色合いにはなってるんですけど、男の人にもおすすめの色合いです、ね。はい、でスリムデボーテなんですけど、これは一応骨盤に特化した EMS になってます。で骨盤っていうのは結構この3つの筋肉に支えられてるんですね。この電筋と腰筋と腹筋、
この3つの筋肉がちゃんと鍛えられてないと骨盤が安定していなくて開いてきちゃったりとか傾いちゃったりとか歪んでしまうっていう状態になるんですね。で、男の人は比較的骨盤が広いので、まあ、歪んだりしにくいとは言われてるんですけど、やっぱり長時間のデスクワークとか片足組み続けちゃったりとかっていう生活が続くと男の人でも骨盤歪んでいってしまうんですね。で、この骨盤っていうのは体の中心の部分になってるので骨盤が歪むともういろんなところに不調が起きるって言われてて、まあ、疲れやすくなったりとか太りやすくなったりっていうのもあるんですけど、やっぱり骨盤を正しい位置に戻してあげるっていうことが 大切なんですね。で、そのためにさっき説明させていただいた3つの骨盤を支える筋肉を鍛えるために開発したのがこのスリムデボーテになります。使い方としてはもうここ電源ボタンになっているので押していただいて長押しでこれで電源が ついてます。プラスマイナスでレベルの調整ができます。で、春位置はちょっと見えない骨盤に後ろからこう見えない回して貼ってもらうような形になります。で、電気信号なのでこう、ま、ウエストのサイズ男の人だと大きかったりするんですけど、それでも全然届く刺激にはなっているので安心してお使いいただいて大丈夫ですね。で、長押しで電源切れます。レベルが一応15段階あるので痛くない程度のレベルで使っていただけたらいいかなと思います。20分間貼っていただくだけなんで、すごい、まあ、これ貼りながら本読んだりとか読書しテレビ見たりとか寒い冬でも家の中で楽々にケアができるようになってます。一応ダイエットモニターの結果も出てます。3週間スリムデボーテ使っていただいて、使用前と3週間後もう見違えるぐらいお肉減ってます。やっぱりまあ元の体重が多いほど結果が出やすいっていうのはあるんですけどすごいですよね。他の方にもモニター一応何人かやっていただいてて、平均でやっぱりマイナス10センチぐらいウエストいってるので、男性の方とかメタボ予備軍の方とかにもすごいおすすめです。スリムデボーテはまあ、すごい仲のいい男性とか、まあそれこそ旦那さんとかにちょっと健康にそろそろ気を使ったらっていう感じでプレゼントしてあげると喜ばれるんじゃないかなと思います。これ電池式になってます。なので、まあ、やりたいなと思ったら電池さえあればすぐどこでも、まあ、それこそ海外でも使っていただけるような製品になってます。スリムデボーテで、一応こちらのお値段なんですけど定価がで 13,200円になってます。なんですけど今クリスマス特別価格、楽天の方でクリスマス特集のページ作ってまして、12月の16日までですかね、12月の16日までそちらのページからクーポンを使ってお買い上げいただくと、8800円で1万円切る価格でお買い上げいただけます。もちろんクーポンを使っていただいて、あとでもラッピングの方はさせていただいてますので、ご希望の方はラッピング希望というふうに書いていただければラッピングさせていただきます。で、化粧箱こんな感じでもうコンパクトなものになっているので、サイズ感的にはこれもうちょっと大きいか、これぐらいかな、こんな感じでラッピングの方させていただいてます。ぜひおすすめです。で、スリムデボーテでした。皆様ウェーブありがとうございます。質問等ありましたら気軽にコメントお願いします。で、次もうこの流れで EMS 商品を紹介していけたらなと思うんですけど、これも何回目かに紹介させていただいたスリムパッドっていう商品になります。こっちがスリムパッドコアという商品でして、こっちがスリムパッドヒットっていう商品になります。で、機械としては EMS になるので、さっきのスリムデボーテと一緒で筋肉動かす機械になります。スリムデボーテのと違うところとい
言いますと、このまず充電式っていうところですね、ここがコントローラー部分になってるんですけど、外れて独立充電式になってます。ここから電源させて充電できます。使い方としてはさっきと同じですね、電源入れてケアしたいところに貼って20分間じっとしてるだけっていうシンプルなものにはなってるんですけど、あとなんだろうな、このダイヤモンドカットっていうのをオセリンパッドは採用してまして、こう曲がりやすいですね、フィットしやすい形になってます。なんでこれだと細かい部分、腕とか足とかっていうのがおすすめなんですけど、曲げて使っていただく、曲げやすいようにフィットしやすい形になってます。あとお腹にも、お腹にもこうやって挟んで使っていただけるような形になってますね。でこっちは2極ですね、こことここに電気が流れるの2極のタイプになってます。でこっちが、スリムパッドコアという商品になってまして、こっちは4極なんですね、4つ電気が流れるところがあって、なので広い部分を鍛えたいときにはこちらのスリムパッドコアをお使いいただければいいかなと思います。それこそこのお腹の6パックのところですね、鍛えたりとか、あと背中とかって結構鍛えにくいと思うんですけど、背中も普通に背中側に貼っていただければ鍛えることできます。太ももも、そうですね、太ももの筋肉って結構大きいので、これでも全然太ももだったらフィットしますね。二の腕はやっぱりさっきのセリンパッドフィットの方がフィットしやすいかなと思います。セリンパッドコアですね。一応このコントローラー部分は共通なので、付け替えて使うことも可能です。で一応セリンパッドの特徴としてはエステサロンさんの監修というか、エステサロンさんで専売していたものになるのでようやく解禁されたっていう感じなんですけど、エステサロンさんの技術を再現したようなプログラムが入ってます。まあ、エステサロンと弊社の方ではあとエクササイズトレーニングを融合したプログラムって呼んでるんですけど、まあ、腹筋みたいな筋肉運動と、あとはエステサロンさんのこう揉みほぐしみたいなプログラムを混ぜているような機械になってます。はい、スリムパッドですね。説明できる、これじゃない。スリムパッド本当にスリムパッドは30段階強さが選べるようになっているので、初めて EMS 使う方でも、結構普段筋トレしてるよっていう方でも全然使っていただいて、強さに不満のないレベルにはなってますね。プロかアマチュアの方からプロの方までお使いいただけるようなものになってます。で一応これがスリムパッド使った際の筋肉どれぐらい使えてるかっていう実験をしてるんですけどですね、腹筋運動、腹直筋を主に鍛えるような運動だとスリムパッドつけて寝てるだけの方が使えてるっていう結果が出てます。すごい楽ですよね。つけてただ20分間寝っ転がってるだけでもこれぐらい腹直筋、ただ自分で腹筋運動30回するよりも効果が出てます。で二の腕の上腕三頭筋っていうところも自分で腕立てするよりもただ張ってポーッとしてるだけの方が結果が出てます。すごい楽な感じですよね。さっき説明させていただいたみたいに、まあ、コアはお腹、背中、太もも、フィットだと二の腕、まあ、ウエストだったら2個使っていただいてこう挟んで脇腹をケアしていただくような形ですね。まあ、フィットも太もも使えます。はい、でこちらもモニターさんの結果出てまして、これ使用前です。でこっち使用後、
すごいですよね。もう一目瞭然で、やっぱり背中側のお肉がちゃんと落ちてます。皆様ウェーブありがとうございます。でこちらのお値段なんですけど、スリムカットコアの方が税込み 15,180円になってます。でスリムパッドフィットが、1個で 13,200円ですね。はい、でこれセット価格だともっとセット割引とかついたりするので、ぜひページの方を見ていただけたらなと思います。はい、これはそうですね、まあ普段筋肉鍛えてるって方にもやっぱりおすすめなので、普段鍛えてる方にちょっとお休みの日に使えるようなEMS 機器かなと思うので、うん、まあ、健康促進とか、あとボディメイクに頑張ってる男性とかにプレゼントしていただけたらなと思います。はい、若めかな、結構スタイリッシュなデザインなので若い男性とかにもプレゼントしたら喜ばれるかなと思います。化粧箱ももうシンプルな、本当シンプルなものになってるのでおしゃれですよね。真っ白で、はい、こちらもプレゼントラッピングの方を受けたまわっているので、ぜひぜひご利用いただけたらなと思います。で、はい、本日は最後のご紹介の商品はスリムパッドじゃないドクターパッドになります。でこちらはあの機器のなんだ、使用としては電気を流すって意味では、さっきのスリムパッドだったりスリムデボーテと同じものにはなるんですけど、筋肉を鍛えるというよりもマッサージの目的の機械になってますね。これちょっと逆になっちゃってるんですけど、肩こりや患部のマッサージっていうの で結構、スタイリッシュなデザインでグッドデザイン賞とかも受賞しているような製品になってます。で2個セットになっているので、1個セットも販売してるんですけど、やっぱり2個セットがおすすめですね。この本体これですね、もうちっちゃいしプラスとマイナスしかないみたいな軽い機械になってます。で使い方としてはこうもう剥がしていただいて、でジェル貼ってあるんですけど、コイン電池式になってるので、ここ回していただいて電池入れていただいたらもう使えるような形になってます。結構もうどこにでも使えるので、痛みが感じてる部分、肩とか、まあ、足関節とかにも効くので、足の裏とかにも腫れちゃうんですよね。もう簡単に痛いなって思うとこに貼ってもらって、でプラスボタン長押しでもうこれで作動してます。レベルも調節できるので、まあ、痛気持ちいいぐらいな強さでとどめていっていただけたらなと思います。んでこう、これ結構昔から売ってる商品なんですけど、ずっと売れてるロングセラーの商品になってます。低周波治療器って結構昔から本当もう2000何百年前から研究されてるものらしくてそれを、まあ、うちあの EMS をずっと研究している弊社の方で商品化したものになってます。ドクターパッドの方もあのドクターパッドだけ紹介している回があるので、ぜひそちらの方も見ていただけたらなと思うんですけど、こんな感じでテレビ番組とかにも紹介していただいているような機械になってます。一応なんでマッサージ効果があるのかなっていう原理なんですけど、で貼っていただいて、まあ、筋肉が同じようにギュッと動かしてくれる機械にはなるので、筋肉がこう収縮して、であの緩んだ時に血流がバッと流れるので、それで凝りがほぐされていくような原理にはなってます。あと痛みを脳に伝える伝達をしにくくさせたりっていう効果もあるみたいなんですけれど、すごいつけてるだけでマッサージになって気持ちいいですね。こんな感じですね。
そう、血行不良とかね、疲れで凝りができちゃうので、そこにドクターパッドテンスを貼ってあげることで血行を良くして凝りの改善とか、痛みを和らげたりっていうことができます。やっぱり今の時期寒いので、もう外に出て寒いってこわばるだけでも結構凝りの原因とかにもなってきちゃうんですね。でこんな感じでいろんなところに本当に使っていただけるので、肩、首、もう腰とかも、と関節痛とかにも使えていただけますね。はい、刺激の感じとしては、接骨院とかそういう電気治療みたいなものには近いものになっています。なのでまあ自分のやっぱりお父さんとか、あとおじいちゃんおばあちゃん、うん、今日は男性向けなんですけど、おじいちゃんとかにもすごいおすすめの機械になってます。こんなに軽いですね、薄いしペラペラです。 1ミリの薄さですね。はい、でこちら値段がですね定価7150円税込みになってるんですけど、先ほどご紹介させていただいた楽天のクリスマス特集ページからクーポンを使ってご購入いただきますと6500円税込み送料無料になってます。でパッケージはこんな感じで、すごい可愛い感じにはなってるんですけど、これもこの袋に入れてもう直接プレゼントできる形で配送の方させていただいてますので、ぜひぜひご利用いただけたらなと思います。はい、一応今日紹介したい商品は以上になります。最初からおさらいすると、電動ブラシのウェルシア、頭と体のケアができますで、骨盤のケアができる EMS のスリムデボーテ、はい、で同じく EMS 機器のスリムパッドコアとスリムパッドフィット、で最後に、低周波治療器マッサージ機器のドクターパッドテンスになります。そうですね、楽天の方でこれ以外にも先週紹介した商品とかもまとめて載せたクリスマスの特集ページ作ってるので、ぜひぜひそちらの方も見に来ていただけたらなと思います。今日はご覧いただきましてありがとうございました。また来週、水曜日じゃなくて金曜日になります。金曜日の12時半から放送になるので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。